先ほどお話ししましたように演奏中のおかわり OK ですので、そのっと手挙げてくださいね、目合わせてくださいね。いっぱいおかわりしてくれたらちょっとママは嬉しい感じと、それではあの前座楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ちょっと時間をオーバーしてしまって本当に申し訳ないです。もうね、あの前座でうちのマスターに歌っていただいておくと、この後めちゃくちゃよう働くもう思いがもうこんなにこれを見てくださいあ、ちょっと言ったらおまけで 2杯ぐらい入れてくれるかもしれない。それでは本日はタンタンとデュオプラス今村孝之さんインチャイムのライブでございます。タンタントさんは、今回2回目で、タンタントさんは本当は4人おられるグループでして、今回はより優れた2人を抜粋して来ていただきましたじゃあまずタンタントさんデュオ、タンタントさんですが、あ、本当は吉本さやちゃん、松本由美子さん4人おられるあのユニットでございまして、藤井和夫氏の監修のもと2016年4月に活動を始められたクラリネットアンサンブルで、ちょっと珍しいと思います、クラリネット4人でいつも活動されてまして、メンバー全員がヤマハアーティストモデルという同じ楽器を使用し、今までにはない統一された音色の透き通ったサウンドによって、クラシック曲からクラシックだけでなく他のジャンルの音楽をより身近によりお気軽に温かく表現していく新ユニットです。今日聴いていただいたらちょっとほっこりするなんか感じでよく分かっていただけるかと思います。で、去年の11月には玉手箱という CD をリリースされ、今日たくさん持っていただきましたが、あと3枚しか残ってないです。3000円1枚、たった3000円3枚で9000円3枚しかないです。もしよかったら、あの後でまたね紹介してくださるんですけど、もうすごく可愛らしい、あのいい CD です。ぜひぜひぜひ、当然私も買っております。それでは次、スペシャルゲスト今村孝之さんのご紹介。兵庫県の稲川町出身で、大阪音楽大学にギタリスト兼作曲家である藤井健吾氏に師事、卒業後同大学専攻され、同大学に専攻科にそのままお進みになり、演奏活動を続ける傍ら同大学の学士を修得され、2011年にはドイツに留学、カッセル音楽学校にてギター演奏をミハエル・トレスカ、ここからがちょっと難しいギター指導法と即興演奏をボルフガング・レンドレーの両親に指示、2013年に帰国されました、ドイツから。そして今は川西市今村ギター教室を経営されておりまして、それプラスそこを拠点にいろいろな指導および演奏活動を行っておられます。あ、もしかしたら今日見に来ましたっていうことで教室に習いに行かれたい方はちょっと割引あるかもしれませんね。おそういうことで、それではみんなで、まだ上がるでは本番です。お待たせいたしました、よろしくお願いいたします。はい、皆様本日はタンタンとデュオ&今村孝之さんとのトリオによるステージにご来場くださりまして誠にありがとうございます。前座とその申し上げるのはすごく恐縮なのですが、まあ、この北辰巳の血をなんて言うんですか、統制してるみたいな、そんなちょっといい言葉はよくわからないんですけど、あのすごくエネルギッシュな、はい、演奏をまずお聞きいただいた後なので、ちょっと静かなこんな音楽も楽しめるよっていうのを演奏したいと思います。アメージング・グレイスです。
はい、皆様ありがとうございました。はい、本日はですね、アニメと映画の名作からその生まれた曲たちをお送りしていきたいと思っているんですけど、お手元に緑の歌詞カードってありますか？この歌詞カードに夢いっぱいとタイトルが関されていると思います。でこの夢いっぱいという曲ご存知ですか、皆さん？あのお昼の部分演奏させてもらったんですけど、この曲ちびまる子ちゃんなので一番最初のオープニングソングなんですね。でもしかしたら女装イントロを聴いてもらえればあこの曲かって分かるかもしれないんですけど、もしその分かった方でそれで歌いたいなっていう方ご一緒に、はい、その3人と一緒に音楽にその入っていっていただけたらとても嬉しいです。それではお聴きください、夢いっぱい。Thank you.
ます。はい、このもうなんかあなただけ見つめてるの、ポケベルもおったわって、もうポケベルなくなっちゃいましたもんね。でもなんか自分も存在はその知ってて家にもあったんです。いやなんか懐かしい。曲を聴いてその当時の思い出とかパッて思い出したりすることもよくあって、あ、音楽っていいなって思う瞬間でございます。はい、次お送りするのは割とその時期がその近くなるんですけど、おじゃる丸。あ、よかった。みんなご存知ですね。はい、そのおじゃる丸が去年20周年を迎えたということで、一番最初に使われていたエンディングテーマ、北島三郎さんのお昼の部でも名前が上がったんです。すごいですね、北島三郎さん力で。その旅人っていうオープニングソング、あ、旅人、それはすごくやっぱ有名なんですね。でエンディングテーマがプリン参加っていう、その主人公のおじゃる丸がプリンをすごく気に入って、現代にはプリンというそのやんごとなき甘いものがあって、すごく褒めたたえる歌なんですけど、それをその20周年ということでウィーリーズっていうバンドがリメイクをしてくれて、すごくかっこいいアレンジになったんですね。で本日はちょっとそのウィーリーズをそのなんていうんですか、尊敬してそんな感じのアレンジでお送りしたいと思います。お聴きください。
皆様もよくご存知の映画の名作中の名作からお送りしていきたいんですけれども、ニューシネマパラダイス、オリコーネの作曲ですね。でそのニューシネマパラダイスの作中からテーマ、愛のテーマ、初恋っていう3曲をメドレーでお送りしていきたいんですけども、前座で演奏してくださった前か後かなにCD が流れていたと思うんですが、でそのちょっと CD をその昨年タンタンと出させてもらいまして、その紹介をちょっとセカンドのキアムからしてもらおうかなと思うんですが、はい、はい、キアムでございます。黄色い可愛らしい、自分で言うのもなんですけど、ようできた CD が出来上がりまして、今ちょっと、はい、残すところ今日はあと3枚で完売でございまして、きれいに売って帰りたいなと私ども思っております。ぜひお願いいたします。ありがとうございます。すごくですね、クラシックももちろん私たちクラリネットとクラシックを勉強してたものなので、クラシックも入ってますし、ポピュラーな、ね、曲も入ってまして、もうこのほぼほぼね、この竹内がアレンジしてくれてて、私たちタンタンとっても楽器製の楽譜を使うよりもこの竹内のアレンジの楽譜がほとんどなんですけれども、なので皆さんこのアレンジで、演奏を聴いていただけるっていうのもなかなか私たちのところに来ていただかないと聴いていただけないアレンジをしております。CD もですねほぼほぼそうなってるんですけども、竹内一押しのね声は水色も入ってまして、ファンが多いんですねこの曲にね。またこれの曲について喋っていただけますか？旅行をしに行った時にそのかかっていたっていうのですごく気に入ってしまって、でその自分のその携わってる CD をその運転中にそのよくかけてるんですけど、この玉手箱その時々その親が一緒に乗っていて恋は水色がかかりだすと、なんかえらい懐かしい曲かかってきたなってすごいしみじみその言っていて、やっぱり本当に広く親しまれた名旋律なんだなと、はい、その時改めて思いました。僕もすごく好きな曲なんですけれども、あ、今日は恋は水色演奏しません。気になる方はその CD をお買いいただいて、はい、そのこのクライネットならではなんかしっとりした感じをお楽しみいただけたらなと思っています。CD の中にですね、その今から演奏するニューシネマパラダイスを作曲したモリコーネの海の上のピアニストというまた別の映画の1900のテーマという楽曲も収録させてもらっておりまして、もうモリコーネは本当に誰しもの心をつかむメロディーメーカーと言っても過言ではないので、そちらもお楽しみいただけたらなと思います。はい、まずこれからニューシネマパラダイスです。CD 最後の1枚を最後の1枚ですって言って買ってくれたのがおぎちゃんです。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ今日は最後の1枚を手にするのどうだったんでしょう。ありがとうございます。ごめんなさい。
います。続けて2曲次にお送りしますのは、同じく森コーネ作曲のミッションという映画からガブリエルの大声、そして続きましてカントリーロード、これはもう、ね、往年の名作ですよね。ちょっとそのしっとりしたその感傷的な曲相当もうバリッとそのスイングなんかしちゃってのその2曲なんですけど、皆様プレートはそのご堪能されてますかね。はい、実はその昼の部が終わってからその3人もいただいたんですけど、オムレツ美味しかったです。すごい美味しかった。あ、神戸から来て焼きました。はい、神戸から来て焼きました。神戸から来て焼きました。で、そのプレートとあとホットケーキもね、いただきました。美味しかった。それは大丈夫。それは大丈夫。でもね、ね、オムレツに限らずですね、今日また感動したのが、ママの作ってくれる塩むすびの絶品なの。なんですかね、いい塩梅な塩加減が。なるべく手洗えへんことにして。愛情もこもってるそうです。でも、何でいただいても美味しいですよね、チャイムさんの料理ね。ありがとうございます。ぜひ塩むすび頼んでください。それではガブリエルの大声とカントリーロードです。Thank you.
ます。あの楽しくそのお聞きいただけてすごく嬉しいです。あの耳を澄ませばっていう映画がジブリでありました。なんかそのイメージがすごくこのカントリーロード強いんですけど、なんか、はい、そんな思い出でした。はい、6月に入ったので夏と言ってもいいかなと、初夏です。なんですが、今から2曲をお送りするのはもう先取り、夏のただ中にそのいる曲です。渡辺マリーナのマリーナの夏ってご存知ですか？オリコン1位にもなったことがある曲なんですね。で、このマリーナの夏ができた時って自分もまだ生まれてない1987年くらいなんですけど、なんかもうなんかいい曲って世代とか関係ないんだなって。 B メロがいいですね。はい、あの期待しててください。そして2曲目、その続きとお送りするのは菊次郎の夏からテーマのサマーです。これはあのピアノで CM だったりコンサート中も取り上げる方いらっしゃいます。あの今田耕司がそのピアノすごく上手くて、何かの番組でサマーを弾いてたんですけど、あのすごい彼の部屋綺麗で、もう塵一つ落ちてない。でその自分が弾いてるところカメラ撮ってるんですけど、肝心の手元を映し忘れてるっていう、なんかしかめ面の今田耕司だけいるみたいな、そんな番組を見たことがあります。はい、曲は爽やかです。お聴きください。Thank you.
あれだけでは。あれだから帰らないよ。
はい、すいません、最後の曲なんですね。はい、恋は水色ではなく、ヴェルディというあのイタリアの作曲家がその歌劇を作りました。椿姫というタイトルなんですけど、そのもう何時間もある調査工の中で、本当に有名になった乾杯の歌という曲で、華やかにその終演できたらなと思っています。あの皆様、はい、おかわり自由です。自由じゃない、自由じゃない、すいません、ご迷惑がありました。あのどんどんあの関係です。遅いわ。前もって言うときだよ。ちょっと、はい、前もって言っておくべきです。曲中でもオーダー可能ですので、はい、ぜひ。あ、そうなんですか。今日いろいろその行事あったんですよね、北田さん。運動会と、あと、みこしの。そうそう、お祭りの、勝子さんのね、あの新しくだんじり、ね、入婚式、なんか何百年も使ってるだんじりがサラッピーの新しいのになりましたという。あ、そうなんですね。これはロマンですね。CD さんなんですか。 CD あちらに、はい、ありますので。あ、もう今、ありがとうございます。じゃあ、あの乾杯の歌の最中に、はい、ご検討ください。それでは、お待ちください。Thank you.
3回は送る。次も来てねって言うので、まだ来ていただけたら、あ、まずですね、CD で一旦ちょっと予習していただいて、3回目に生を聞いていただくということで、皆さんどうでしょうか。ありがとうございます。ご連絡いただきました。はい、もうちょっとしたらね、おぎちゃんが知らないその日は僕が買うっていう。2枚お買い上げ、2枚目お買い上げ、ありがとうございます。じゃあアンコールを、もうおぎちゃん買ったから、もういじめたらないで、カードビザですか。はい、アンコールですね。静かに始まったんで、今日夜のまた静かにちょっと読みを楽しみながら主演支援かなって感じです。はい、ちょっと何か待ち構えてるんですけど、はい、タイムトゥーセイグッバイはもう絶滅不能の名曲ですね。クラリネット2本とギター最後までお楽しみいただけたらと思います。
あのですね、ありがとうございます。こちらの紙あります。ピンク色のなんか皆さんなんか感じてない。そのプロローグはその最初にその歌ってくださっていたのが聞こえました。でこの2はまたちょっと違う歌詞になってるんですね。でこれをその皆様とその一緒の音楽の時間を共有できたっていう記念に一緒に演奏して歌われたらなと思っています。同じものはい、よろしくお願いします。それではじゃあ4番までありますね。4番まで、4番、はい、あ、そういう1番ですか。あ、4番1、2、3、4。はい、じゃあ最後また盛り上がって終われたらなと思います。はい、